だ、だんだん涼しくなるといいんですけれどもね。本当よ、暑いですね。ね、本当にみたいな顔してるお客様がいらっしゃいますね。暑いわね、本当に体温調節大変ね、人間の皆さん。あなたのお友達なんかすごい長いの来てますけど大丈夫ですか、ね、お友達同士で。はい、どうぞどうぞ、上がってらっしゃい、2人とも。はい、逃げない逃げない逃げない、パトちゃん逃げない。ミスターポライト、はい、準備は大丈夫？もちろん整っておりますよ、ミスミラ。それでは行きますよ、ミュージックスタート。ディズニーハロウィンの世界へ。今年のハロウィンは私たちヴィランズが主役とか。この世の中ヴィランズの世界をまだまだご存じない方ばかり。その魅力を知っていただこうと、彼女らはディズニーヴィランズのお話の世界より派遣されたリクルーター。皆様をヴィランズの世界へとご招待しますよ。そして私はミス・ビーラ、人間の皆様にヴィランズのファッションセンスをご指導しようとやってまいりましたのよ。題してディズニーヴィランズワンポイント講座。ヴィランズの世界へ行くということはそれなりのファッションが必要ということ。そのワンポイントをお教えしましょう。そしてミスターポライト、略して MP。 はい、皆さん、私はこのワンポイント講座がうまくいくように根回しをしているもの、つまりヴィランズの世界のコーディネーター。特にミスビーラが要さんは比べっこしない、比べっこしない、どっちも綺麗ですよ。彼女が予算オーバーをしないようにと、皆さんきちんとお見知りおきを。では本題に入りましょう。はい、まずは彼女らリクルーターを少々アピールいたしましょう。 MP、 はい、よろしくね。かしこまりました。では今から彼女たちが自らを紹介するとともに、その魅力を魅惑的なポーズでアピールいたします。きちんとご覧いただきましょう。まずはあのライオンキングのスカーがマスタービランズ、プリティースカー。ペン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 、あれあれ、かわいいわ。ちょっとみんなもっと大きな声で。ご紹介いたしましょう。続いてはファージャー、アラビアのマスタービランズ、ジャファーの一番です。その名もファージャー。おおデン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 、今日のファンさんはおかんで、だって誰もうちのことをすごいって言うてくれへんねんもん。ええやないの、寒気したからやめるわ。はい、アンカー取って、うるわしいうちのポーズ。はい、うるわしいうるわしい、素敵、どうもありがとう。ミス・ビーラ、きちんともっと丁寧にお願いいたします。皆さん、リクルーターたちのアピールはいかがでしたでしょうか。今一度、2人のヴィランズリクルーターに大きな拍手を。さて皆さん、2人のリクルーターが披露したポーズ、覚えておいででしょうか。つまりプリティースカーのポーズはこう、 そしてパージャのポーズはこうでございました。確かに。ではそこに私のポーズも増え、そこまたやらせて、どうしてもお願い、やりたい、わかりました、ありがとう。では
のポーズはもう一度かわいい？かわいい。気持ちいい。これ私すごいやりづらい。この回先に進んでください。はい、ではここからが私の力の見せ所、ディズニーヴィランズワンポイント講座の始まりですよ。それでは最初に皆様の中でリクルーターたちのご招待求人に応募したいという方は手を挙げて、はい、いっぱいいらっしゃるわね。素敵ね。ではこの応募者の中から私の講座のモデルになっていただきましょう。それでは先ほど覚えた3つのポーズを使って皆様と一緒に簡単なゲームをいたしましょう。はい、やるわよ。やることはとっても簡単。じゃんけんの要領で3つのポーズの中から私と同じポーズを取った方が勝ち。ではお手本やってみましょう。このようにやります。せーの。最初はヴィランズ、ジャークなヴィランズ。最初はヴィランズでこのポーズ、2回目のヴィランズで3つのポーズの中の1つ、それが私と同じであればあなた方は勝ち残るというものですね。今度は皆さんで一緒に練習をしてみましょうか。いきますよ、せーの。最初はヴィランズ、ジャークなヴィランズ。私今パーザのポーズを取りました。このポーズの方が残るということですね。でも一度違ったポーズを取ったとしても大丈夫、諦めないで何度もトライしてみてくださいね。それでは早速本番やってみましょう。やりましょう。何回かやるのでお決まりください、はい、いきますよ、せーの。最初はヴィランズ、ジャークなヴィランズ。はい、プリティースターのポーズ、こちら側にいっぱいいらっしゃるわね。いいのよ、合わせなくても。はい、2回目いきますよ、せーの。最初はヴィランズ、ジャークなヴィランズ。ヴィーラのポーズでした。 MP 次やってみて。かしこまりました。さあでは皆さん、次は私と同じポーズをとってくださいね。いきますよ、3、はい。最初はヴィランズ、ブリブリスカー。ザ・プリティースターのポーズの方が勝ちでございますよ。なんか今すごいね、視線を感じましたけれども。さあ2回目参りましょう、3、はい。最初はヴィランズ、メガネのビーラー。さあミスビーラのポーズの方が勝ちでございますね。おや、あまりいないようですね。おらー、そうですよね。では津川さん、次お願いいたします。はい、それじゃあみんなプリプリでいくよ。プリプリ、ね、はい、最初はビーラプリプリスカーにゃー。じゃあまずいこばさん、皆さんの方が可愛いですね。方はそのまま残ってちょうだい。まあいっぱいいらっしゃるわ、ね、皆さん角度が様々でね、こういう人もいますしね。どうしちゃったんでしょう。見つけたわ MP、はい、こちらの方をご案内。かしこまりました。ではどうぞこちらの方へ。はい、皆さん、私のワンポイント講座にぴったりのモデルを見つけましたよ。さあ上がってらっしゃい、上がってらっしゃい。真ん中へどうぞいらして、2人ともお連れしてちょうだい。あー素敵だわ、まさにぴったりの獲物、ぴったりのお方。この雰囲気、このお顔、そしてこの香り、まさにあと一歩のところでヴィランズ。お名前をお伺いしてみましょう。 MP レンカです。レンカ様、レンカ様、はい、レンカ様、レンカ様、レンカ様、レンカ、ヴィランズレンカ様とお呼びしましょう。早速ですが、今のヴィランズレンカ様のファッションをチェックさせていただきましょう、はい、リクルーターの2人はどう思う？せやな、まあまあ、ハワイのお一人と同じ色してるけど、まあ、これはええ感じやと思うわ、うん、スタイリッシュで素敵よね。せやな、ええええ、スカちゃんは？そうね、このポップスといい、このタイツといい、どう見てもスカちゃん推しだよね。うん、そうね、そうだね、はい、どうもありがとう。はい、人間としては最高のファッションと言えるでしょう。ここに私のワンポイントをプラスさせていただきましょう。そうね、そうね、このお色はせっかくだから取っておきましょうよ。あとはでも輝きが欲しいところよね。そうね、あ、
分かった、チャイルドッグはラグビーなんてどうかしら。ここに一つでしょ。あとはね、あ、コウモリの目の指輪も、あれ確かサファイア出てきたと思うのね。あとはね、アイスビーラー、もう予算オーバーになってしまいますから、予算はもっと抑えて、このぐらい抑えて。少ない、やだ、無理、やだ、ちょっと無理。あ、分かった、MP、あれを。あれ、うん、何ですか、あれって分かった、あれあれ、うん、あれですね、何忘れておりました、今持ってまいります、お待ちくださいね。うわー、飛んだ、何ですか、何のお話してるんですか、はい、あちらに集中してくださいよ、はい、いらっしゃいいらっしゃい、皆様ご覧になってください、こちらのパーザのプリティースターのファッションアイテム、ヴィランズ蓮華様はね、青色が映えるわね、でもやっぱりここはこっちでしょうね、はいはい、スターちゃんのファッションアイテムにしましょう、合うんだけどね、やっぱ総合的に上に欲しいのよね、はい、皆様ご覧になってください、素敵だわ、プリティースターのマスターヴィランズ、スター的ファッションがヴィランズ蓮華様ぴったり、この顔型当てるだけでヴィランズそのもの、ハロウィンの主役となられました、拍手、素晴らしい、ではこれを記念してお写真撮影なんていかがかしら、そうですね、ミスビーラー、ではヴィランズ蓮華様のお知り合いの方はどちらかにいらっしゃってますか、あなたですね、知ってました、はい、さあこちらでお写真を撮りましょう、さあさあさあ、もうちょっと前に出ましょうか、では大きな声で笑顔でハッピービーラーでパシャリと参りますよ、よろしいですか、3、はい、ハッピービーラー、素敵な一枚が撮れたようでございます、早いわ、さあもう一度お戻りなんでしょうか、はい、ところでヴィランズ蓮華様、このワンポイント講座であなたのヴィランズファッションは完璧、これでいつヴィランズの世界へのご招待を受けても大丈夫ということで、もし私がリクルーターとともにヴィランズの世界にご招待すると言ったらどうなさいます、現世に別れを告げて、ご家族ご友人その他もろもろにも別れを告げて、美しきヴィランズの世界に旅立つご覚悟が終わりなのかしら、イエスかノーでお答えくだーさい、イエス、うわー、イエス素晴らしい、よかったわー、でもね、このご招待一つだけ条件がございます、それは666年後ハロウィン最後の10月31日夜12時ぴったりにあの恐ろしきタワーオブテラーの頂上に来ること、よろしいですね、あ、お待ちしてます、皆さんヴィランズ蓮華様の勇気に大きな拍手を、はい、ヴィランズ蓮華様ありがとうございました、またお会いいたしましょう、ありがとう、ではこちらの方が近いかしらね、わかるけど、はい、また666年も会えるんだから、あー、よかったわね、さて皆さん今回はご招待にお一人確保ができました、よかった、はいね、こちらの話にはなるんですけれども、これでミスター VV の耳を明かせると思うと私嬉しくて、ミスビーラ、それを申すならミスター V、 そして耳ではなくて鼻を明かすでしょう、耳でも鼻でもミサー V でも VV でもどっちでも何よ、耳ができないでしょ、あーちょっと美人が台無し、鼻に突き刺さってますからね、もうほんとに、はいはい、かわいいかわいい、はい、それではこれにてディズニーヴィランズワンポイント講座終了させていただきます、美しくも怪しげなハロウィンの季節、皆様にもハロウィンチックな幸せが訪れますように、では今回の受講料は MP にお支払いをお一人様100万ビラでよろしくお願いいたします、100万ビラああいえいえミスビラ、今回はまあよしといたしましょう、さあそれでは皆さん最後にこの言葉、ハッピーハロウィン、ハッピービラと一緒に叫んでお別れいたしましょう、よろしいですか、3、はい、ハッピーハロウィン、ハッピービラ、またお会いしましょう、ありがとうございました、さあ、カエルは酔ったりしたもん、あ、よかったよかった、ハッピーハロウィン、素敵な一日を、素敵
いらしてほしいんですけれども、ハッピーハロウィーン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 、ありがとうございます。ハッピーハロウィーン、ハッピーハロウィーン、ありがとうございました。ハッピーハロウィーン。ハッピーハロウィーン、ハッピーハロウィーン、ハッピーハロウィーン。